なる部屋 RR とは、FM 秋田で2015年4月から2017年3月まで放送されていたラジオ番組。放送時間は毎週月曜19時、19時55分。この番組は、アニメ、漫画、ゲーム、インターネット等々、なるべくお部屋で快適に過ごすことを目的とした、総合インドア番組ですという古谷正幸の挨拶から始まる。基本的に生放送番組である。 古谷正幸と石塚好評の悪ふざけトークが基本である。古谷が言葉を噛んだ時は石塚がそのごをかいつまむやり方でいじる。番組内での楽曲は基本的にアニソンである。番組開始当初は二人がそれぞれ持ち寄った CD のどちらをかけるかじゃんけんで決めていたが、古谷の負けが続いたために BGM は固定のものになった。番組公式のツイッターアカウントは リクエスト承認されたアカウント以外は、閲覧が不可能な閉鎖型番組公式アカウントである。リクエスト承認希望の人は番組宛のメールに、自身のツイッターアカウント名を添えて投稿し、メールが読まれると承認されるシステムである。このシステムは、現在もあまり認知されていないため、フォロワー数は伸び悩んでいる。二千十五年十二月十八日の放送で、石塚が、 伸び悩んでるのは鍵付きだからだよ。番組は FM 秋田本社の第二スタジオから生放送を行っている。この番組のために新調した社交カーテンが閉められていて観覧は不可能。局内で一番狭いスタジオなので落ち着くとのこと。なるヘア RR の RR の意味は特になく単にかっこいいタイトルをつけたかったからありがとうございます。